貝の木は、ウルシカ貝の貴族の落葉公木。同じ、ウルシカのピスタチオとは、同族で禁煙。別名海樹、乱神木、トネリバハゼの木、南蛮ハゼ、串の木。中国では、ファンレンギとも呼ばれる。貝の木は、直角に枝分かれすることやコバがきれいに揃っていることから、海所にちなんで名付けられたとされる。別名の串の木は、山東省局府にある孔子の墓所。 降林に、弟子の思考が植えた、この木が代々植え継がれていることに由来する。また、各地の孔子病にも植えられている。このように、孔子と縁が深く、家去の紳士に合格した者に、貝の尺を送ったことから、学問の世紀とされる。私有一種で、樹高は20から30メートル、幹の直径は1メートルほどになる。葉は、偶数羽上複用だが、 奇数の葉が混じることがある。商用は5から9体で、東蘭筆心型で、濃い緑色をしている。秋には美しく紅葉する。花は、塩水果樹で、4から5月に葉に先立って花を咲かせる。尾花は、単紅色、雌花は紅色を呈する。秋には5から6ミリメートルの赤い球形の果実を棒状につける。果実は、熟すると紫色になる。 東アジアの温暖な地域に自生する。日本には1915年に光輪で取られた種子が伝えられ、東京都目黒区の林業主権場に植えられた。夏には大きな木陰を提供し、秋には美しく紅葉することから、街路樹、公園や庭園などに植えられる。若葉には得意な方向があり、茶の代用にされるほか、野菜としても食用にされる。材質は硬く。 新材は、専黄色で、キメが美しい。有料な化具材であり、洗剤、杖、五番などに用いられる。種子の42.26%が油からなっておりで、燃料やバイオディーゼル燃料に使用するため栽培されている。海の貴族は、ウルシカの族の一つ、乱神木族とも言う。ありがとうございます。